ハニオンベリーのウクレレドキ。この番組は豊作プロジェクトの公演でお届けします。ハニオンベリーウクレレドキ。ハニオンベリー心にまっすぐ。ハニオンベリーコマラジ。ハニオンベリー皆さんこんにちは。ハニオンベリーのゆりです。かなです。毎週火曜日16時から17時55分まではハニーオンベリーのウクレレ時、たっぷり生放送でお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、今日は11月最後の日です ね、 そうですね。30日もうどうします、明日から師走ですけど。そうなんですどうしましょう。なんか12月なんか やたらいろいろスケジュールが入ってきて、ちょっと私たち忙しいかもね。かもね。早いですね。早いですね、1年が経つのは。はい、さあ、はい、今日のオープニングはですね、はい、なんと久しぶりに、うん、なんかロックバンドのライブに私たち行ってきましたね。なんか久しぶりというか、ね、本当に久しぶり。久しぶりだよね、ああいうのスタンディングで。なんか30歳ぐらい若返った気持ちがしましたよすごくないですか。そうよね、ちょっとおばちゃんさんに異質な感じしたけどね。そうでもね、今ね、はい、コロナだからみんなマスクしてるじゃないですか。そうそう、ね、このマスクが救いでしたよ。そう、うん、いい感じでした。あのロアさんというバンドだったんですが、はい、前にこちらの番組にゲストで来ていただいた方が入っている、はい、うんうん、所属しているバンドだったんですね。はい、あのロックバンドなんですけれども、なんとそこに三味線が入っているというね、はい、三味線が2本、バンドなんですけども。そうなんですよ。でもやっぱそれが入ってるおかげですごいなんかこう、うん、雰囲気というかいい感じ のすっごく、ね、最初あの音楽が始まった時には、はい、三味線のお二人がちょっと目立ってる感じがしてたんです、はいはい、でも1曲2曲と進んでいくうちに、はい、あのギターもお二人ツインギターなんで、はいはい、だんだんツインギターとツイン三味線がすごくこう融合してきて、もう掛け合い掛け合いがすごかったですよね。かっこよかったですよね。ね、もうあのソロ弾きしまくるみたいな ね。そう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 。そしてね、ベーシストがなぜか後ろ向いてるんですよ。そうそうそう、演奏が。そう、でドラムに向かって向いているというのか、うん、こっちは向いてないんですね、ベーシストの方。あれ多分ステージの形上、うん、ベーシストさんは前を向けないのかなって感じも。ぎゅうぎゅうなんですよね、うん、ステージ上が。でボーカルの方がまたパフォーマンスがお上手で、ね、私たちそんなに曲知ってるわけじゃなかったですけど、うん、ノリノリで楽しかったです。だって最終的にはボーカルの方はスタンディングマイク下に下ろしてて、はい、うん、そうそうそう、下に客席側です、うん、歌ってましたよね。歌ってました。あの前に三味線やられてた方がサプライズで1曲登場したりして、はいはいはい、本当に素敵なライブでした。いや盛り上がりましたね。盛り上がりましたよ、うん、そうそう、うちわもらったんだよね。あ、そうそうそう、そうなんですよ、はい、やっぱりコロナで声が出せないということで、はいはい、おーいえのそのおーをうちわにおーって書いてあるのをみんなで振るっていう。そう、やっぱその、 あの、うん、曲の中で、はい、あのそういうね、あの、うん、おうおうっていうところがあるらしくて、うん、そうそうそう、それ用のうちわを配布してツアーされてたようで、そう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 、残り4本あったって言ってなんかなくなったはずなのになんかまた出てくるうちわだって楽屋から持ってくるみたいなねそれをいただきまして、実はそれあの振るのにも使いましたけど、暑くて自分もうちわで仰いでましたね。すごい、もう熱気ムンムンでしたよね。熱気ムンムンでした。はい、本当にあの若返りライブ久しぶりに楽しかったですよね。楽しかったです、はい、また行きたいと思います。まだまだなんかツアーは続くらしいので、うん、そう、1月も2月もライブあるって言ってましたよね、はい、楽しみです、ま、皆さんもよかったらロアさんのライブ足を運んでみてください、はいはい、ぜひ。そんな1週間でございます、はい、ではメールの送り先からご案内してまいりましょう、はい。メールでお送りいただく場合には、チューズデーアットマークコマエドット FM、 チューズデーアットマークコマエドット FM、 メールのタイトルには番組名のウクレレドキッと書いてください。そして本文にはラジオネームもお忘れなくお書きください。あとおはがきもお待ちしております。おはがきの送り先です。郵便番号 201-0012 狛江市中泉1丁目 2-6コマラジスイートタイムパラダイス、ハニーオンベリーのウクレレ時係までお送りください。お待ちしております、はい、お待ちしております、はい、今日もね、はい、おはがき届いてるんですよ。嬉しいですね。嬉しいですね、はい、それでは今日もギフトボックスのコーナーから参りましょうか。しょうちゃんよろしく。
ギフトボックス。このコーナーではハニベリの2人が今あなたに伝えたいことをゲストを迎えしてお届けいたします。本日のゲストはガールズユニットサナのお二人です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんか吹き出し出てる感じ。ねえ、わかわかしいお二人をお迎えしておりまして、ね、さあサナさんなんですが、はい、まずはね自己紹介からお願いしたいと思います、はい。サナさんまずユニットのご紹介からお願いしましょう。はい、じゃどちらからしていただけますか。ではではどちらから、はい、からあじゃあサキさんから、はいはい、お願いします。ね、サナは今年の2021年10月に結成したパーカッションとギターのガールズユニットになってます。はい、はい、で幼馴染の2人、ギターボーカルのサキと、はい、あとパーカッションのフーカ2人で、メンバー2人となっております。はい、はい、じゃあまずはサキさんから、はい、ご自分の自己紹介、はい、改めてお願いします。はい、改めてギターボーカルのサキと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともとちょっと1人で弾き語りの活動をやってたんですけれども、ちょっとちょうど10月からまたこう幼なじみの風花と、もともとバンドを一緒に高校の時とかやってたんですけれども、はいはいはい、ちょっとまた音楽一緒にやりたいねってことで、今回のサナっていうガールズバンドを結成したんですけれども、はい、はい、なので今は 作曲作詞を担当してまして、あとはそうですね、緊張してますね。大丈夫なんだろう、普段そんなに、なんでしょう。大丈夫、それでは、それでじゃふうかちゃんに自己紹介お願いしましょう。はい、ありがとうございます。パーカッション担当のふうかと申します。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そうですね、自己紹介としては、カホンを再開したのは、はいはい、今年になっていて、今年の夏頃にカホンは再開していて、それまでは、あまり楽器には触れないで来てしまっていたんですけど、これまでには、鉄筋木筋だったり、はい、吹奏楽部でパーカッションパートだったり和太鼓を少しやったりという感じで、打楽器が好きでいろいろやってきて、まあ、今回さきの声かけをきっかけに2人でユニット組んで、ちょっとまた大きな夢に向かって頑張っていきたいねということで、はい、始まりました。はい、ありがとうございます。すいません。自己紹介って難しい。なかなか普段自己紹介しないしね。大人になってからね。そうそうそう、確かに。うんうん、あでもね、さっきちょっとお伺いしてたんですけど、はいはい、もう2人の出会いは小さな時にお二人で会ってたっていうことですね。5歳、はい、5歳の保育所の年長組の時に出会いましたね。じゃあずっとその成長の過程っていうと変ですけど、ずっとお互いのことを、はい、途中こう離れるというか、どちらかが転勤したりとか、はい、そんなこともなく、そうですね、あ本当にそうですね、高校までずっと同じ学校、そうだったの。そうです。ちょっと離れたのはきっと高校卒業した後がそれぞれ違う分野に進んだので、その時だと思うんですけど、年に1回とかは会ってて、高校生まで一緒だったら、もうね、それは別にね、離れてようが何しようが、例えば5年間会わなくても一緒だから、会った時にはすぐ戻る、すぐ高校生に戻れる方に、ね、そうですね、ですね、はい、いいですね、なんかそういうのって ね、うん、そしてねバンド活動するなんてそれから、なんかねいろいろあってもこう全部こう分かっ、お互い何考えてるかもう分かっちゃうぐらいの感じでしょ、そうですね、なんか学校以外でもその部活動もあるじゃないですか、それすらもずっと一緒だったんですよ。学生時代にはお二人はマーチングバンドに所属をされていて、はい、これ全国大会で金賞も受賞されているの、すごいね、すごいですね。じゃあずっと一緒に音楽をしてきた2人ですが、はい、まあ、マーチングバンドをされてた時には演奏されてた楽曲っていうのはどんな曲が多かったのかしら。はい、なんかなんて言うんでしょう、
オリジナルでこう曲を作っていただ けていて、講師の先生に、で結構童謡のメドレーみたいな曲が多かったかなと思います。すごいですね、先生がオリジナルで。でもあれですよね、一番吹奏楽もそうですけれど、今すごいじゃないですか、そういうあの、高校のそういうマーチングバンドとか、そういう時代よね、まだまだね。はい、最近だもんね、時代です。最近ですもん、お二人は。最近よね。はい、高校時代といってもまだ、まだ数年前よね。数年前ですよね。はい、つい最近。まだまだ、ね、いやさっきちょっとね、あの私たち今日はあのお母さんみたいな感じっていう話で、あのリラックスしてもらえるかな、お母さんキャラで話をしておりましたが、だから全然緊張しなくて大丈夫だからね。ありがとうございます。もうなんか可愛い2人を迎えるとちょっとこちらもこう ね嬉しい感じになってまいります。私たちもキャピキャピしちゃうな。はい、それでは、はいはい、お二人がまた一緒に音楽をやろうということで動き始めたわけなんですが、今あのお二人練習ってどのぐらいの頻度でされてるのかしら。はい、練習は、今1週間に1回集まっていて、はいはい、まあ、そのスタジオで、まあ、スタジオをお借りして、はい、でそこでまあちょっと1週間に1回しか会えないので、そこでもうこうみっちり1日みっちりこうやる感じですね。昼から夜までで、はい、そう昼から夜までみっちり。じゃあギュッと、でもね、週に1回ギュッと練習してると違いますよね。違いますね。私たちね、ウクレレユニットしてるんだけど、めったに2人で練習しないの。毎週ここでやってるんだけどね、しないの。そう、合ってる日数は本当に多くて、週に3回とか4回とか一緒にいたりするんですけど、毎日毎日彼しかって言うぐらいメールし合ってるし、そうなんだ、ね本当に。だからね、あれテレパシーが通じちゃって、あの同時に同じ内容をメールしたりしちゃう。そうなの、そうなの。怖って感じよね、最近。でもね、決して私たちはその小さい時から一緒にいたわけでは全くないので、本当ここ4、5年のことなんですよ。そうなんですよ。ね、びっくりしちゃうけど。すごい。そうなんですよ。息の合い方が。同じ言葉を発するよね、よくね。そうですね、よく発しますね。はいはい、じゃあ、ね、リスナーさんに突っ込まれちゃう。そう、じゃあ私さきちゃんに、はいはい、あのギターを始められた時期とかにちょっとお伺いしていきたいなって思うんだけど、はいはいはい、どのぐらいなんですか、ギターをこう持ってからっていうのは。私、もともと高校の時はエレキギターをやっていて、はい、アコースティック持ち始めたのは、多分 2,3 年前とかですね。そうなんだ。なんかこうやっぱり単音弾きじゃなくて、はい、こうやっぱこうギターの弦とかも硬いじゃないですか、アコースティックって。ね、だからもう今でもちょっと苦戦してたりはします。そうなんですね。はい、あ、でもエレキをやってらしたのね。はい、かそうか。ただそのアコースティックギターを持つようになって、曲作りを始められたのも、じゃあアコギに持ち替えてからなのかしら、さきちゃん。そうですね、1年間ぐらいはまだカバーとかしかやってなかったので、本当一昨年ぐらいからやっぱり自分で曲も書かないといけないんだろうなっていうことを気づいて、そこからもう何もわからない中、こう先輩に教えていただきながら、はい、作っていた感じです。そうなんですね。はい、でも周りにそういうアドバイスをしてくださる先輩がいらっしゃるのね、はい、ちゃんのね、それはいい ね、 いいですね、恵まれてますね。恵まれてます、本当に。はい、ちなみにあの詩から先ですか、曲から詩から先です。あ、はい、なるほど。喉にブワーってこう、箇条書きしたものを、本当にもうジャンル問わずも別々で、もう思いついたものを箇条書きにしたやつを、後でバッてノート開いて、こことここつなげて、そうね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 、そうか、そうだよね、このワードは外せないなーってことだよね。こう入れ替えたりね、こういう感じで作っていくわけですね。今日ね、まず一曲皆様にお聴きいただこうと思いますが、この開花という曲ですけれども、これもさきちゃんが作られた曲ですね。はい、これはいつ頃作られた曲ですか。これは去年作った曲だと思います。多分去年の春ぐらいだと思うんですけど、開く花と書いて開花なんですけど、そうですね、そうです。なんかこう結構もう自分で、なんだろう、一人でいると
結構落ち込みしいなところがあって、あ、そうなの？そうなんです、うん、だから自分を奮い立たせるじゃないですけど、はい、あとはこう聞いてくださる方の方にこう、なんでしょう、背中を押せるような、応援歌なのかしら。あ、そうです、はい、じゃあ自分にも、そして聞いてくださる皆さんにも、はい、そういった思いで作られた曲お聴きいただきましょう。ではサナさんで開花、お送りしましたのはサナさんで開花でした。いや、これは盛り上がる曲ですね。かっこいい。ありがとうございます。ライブでやっぱりね、うん、一番盛り上がった時にやる曲ね、これ。そうなんだかな。もうワン、ツー、スリー、フォーで私はうちわを振りますよ。手作りしていかなきゃ。手作りしていかなきゃ。さあ、なんて書いてね。さあ、それではですね、今日はのメッセージが届いていますので、ご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームともさんからいただきました、サナのお二人からはいつもドキドキと癒しをいただいております。 YouTube 動画や Twitter などたくさんアップしてくれているので毎日が楽しみです。出会いはツイキャス配信で、たまたまお見かけしたのがきっかけなのですが、たまたまっていう出会いも大切ですよね。このラジオを聞いてサナのファンになったという方が一人でも多くいらっしゃれば嬉しい限りです。話は変わりますが、そろそろ少しお腹が空いてくる時間かと思いますが、今日の晩ご飯は何が食べたい気分ですかってさあ、これ聞いていきましょうかね。じゃあ結構、ま、あれで、うん、我々そうなんですよ、いつも、うん、ツイキャスするときがちょうど週1でこう集まるってお話ししたと思うんですけど、その時、うん、ちょうど朝から夜までみっちりやるので、うん、2人ともすごいお腹が空いてて、本当にご飯の話しかほとんどしてなくて、多分それで配信してる間にお腹空いてきたなっていう話になるわけね。で、今日何食べようかなっていう、はい、もうじゃあそれをよく分かっているともさんなわけですよ。ありがとうございます。でも今も確かにちょうどそんな時間でしょ。そうよね、ちょっと小腹空いてるなみたいな。さきちゃん、今日は何食べる？夕ご飯。私今日は昨日、YouTube を見てた時にちょうどしゃぶしゃぶを食べてる YouTuber さんがいて、なんかもうそれ見たらもう昨日の夜からずっとしゃぶしゃぶが食べたくて。どっかありますか？どっかありますかね。じゃあしゃぶしゃぶ、隣の隣、中華屋さん。そうそう、中華もいいですね。じゃあね、さきちゃんはしゃぶしゃぶということでしたが、はいはい、中華ちゃんはどうでしょう？はい、私は今日、うん、行きの道の途中にたこ焼き屋さんを見つけて、もう今日はたこ焼きが食べたいっていう一心ですね。じゃあラジオ終わったらね、たこ焼き食べてね、はい、ありがとうございます。ということで、ともさん、お二人の今日今食べたいものをお伺いしてみましたよ。はい、はい、ありがとうございます。このラジオを聞いて、もう間違いなく今日このウクレレ時を聞いてくださった皆様、はい、ね、そこのあなたはもうサナのファンになってるでしょう。そうですよね、間違いないよ ね、 ね、うん、咲く花と書いて、はい、サナのお二人ですので、はい、今日皆さん覚えていただきたいですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お二人は、まあ、昔から知ってる二人ではありますけれども、お好きな音楽のジャンルとかはどうなんだろう、お二人は違う、うん、違う感じなんですかね。だろう、あ、でも高校までは多分ほとんど同じものを聞いてたんですけど、うん、それからはちょっと変わったような気はしますね。そうですね。さきちゃんはどんな音楽をよく聞かれますか？私は高校の時までロックバンドばかり聞いてて、そこからはボーカロイドの曲だったり、あとはアニメソングが好きでよく聞いてますね、はい、アニソンも歌ったりする？カバーは歌います。好きです。カラオケとかどの曲を歌われたりするのかしら？私はそうですね、うんうん、残酷な天使のテーゼがおはんごで、カラオケカラオケ入ったらまず歌ってます、うん、それでまずウォーミングアップしたり。上手なんですよ。聞きたい。私最近ね、クラブハウスって聞いたことありますか？音声の SNS なんですけど、その音声 SNS で知り合った方が、作詞家の有森さとみさんっていう方がいらっしゃるんですけど、アニソンの作詞をかなりしてるんです。
ギブアリーズンとか知ってますか？ギブアリーズン聞いたことないです。どうでしょう、アニソン本当にたくさん書いてらっしゃって、多分あの言っていたら分かる曲とか、ね、歌ったことがある曲とかもあるんじゃないかなって思うんですけど、今度聞いてみます、今度聞いて、はい、森さとみさんってね、すごい作詞家さんなの。あれもそれもこれもこれも、本当にクラブハウスでなかったら多分お知り合いになるってことはなかったんじゃないかなって思う。そうなんですよ、そうなんですよ、じゃあ、はい、ふうかちゃんはどうですか、はい、どんな音楽をよく聞かれますか？そうですね、私がよく聞くのは最近だと、あのさっきも言ってたように、はい、ロック系の曲が多いんですけど、中学校の頃はすごい嵐が好きになって、なんか誰推しとかはなかったんですけど、まあ、5人揃って嵐が大好きで、はい、CD よく聞いてたなという感じですね。嵐解散してしまったけど ね、 残念ではありますが、みんなコンサートって行ったことあります？それが行けないまま終わってしまって、そう残念なんですけど、物販だけ並んだんですけど、ちょっとコンサートまではたどり着けなくて、やっぱりね、なかなか売れなかったんだもんね、嵐のコンサートに行くのはなかなかチケット取れなくて、ファンクラブに入ってもやっぱり取れないから本当にも狭きもんですよね、でも嵐の場合はのお若い方から本当にお姉さん、お姉さんたちまでファン層が広いじゃないですか、だから私たちお母さん世代でも本当に嵐を好きな方ってたくさんいらっしゃるんですよ、ね、コンサート行ったって話、私周りでやっぱり嵐ファン結構いてしっかりコンサートに行かれてる話も聞いてるので、すごくファンじゃなくても一度見たかったなってちょっと思うので、ね、私たちもね、私は、あのまあ、ちょっとね違うかもしれない、スマップ の、 あのファンクラブに入っているお友達が結構いたので、そのねおこぼれというか一枚ありようピルカみたいな、そういうのでね結構あるの、そうスマップあるんだ、スマップあるよ、すごい、全く見たことあるんだね、あるよ、あのすごい昔なんだけど、あの木村拓哉さんが工藤静香さんと結婚するって発表した、ドームに行ってたのよ私、すごいタイミングで、それすごいじゃないですか、すごくない、ちょっと自慢できる、すごい、もう何十年前なんだろうって話だけど、私木村拓哉さん夢に出てきたことあるの、不思議でしょ、夢でも嬉しい、ね、どうしてって感じだよ ね、 ね、何かドラマを見てたのかな、そうおかしいよね、はい、それではですね、またあのサナさんの楽曲をね皆様にお聞きいただきたいと思います、はいはい、次に聞いていただくのはカタカナで大好きというタイトルの曲なんですけど、はい、これあの、まあ、大好きっていう言葉をねタイトルにするときも漢字でも書けるし、ひらがなでも書けるし、カタカナでも書けるけど、さきちゃんはこれをカタカナにしたのには何かあるかな、理由があるかな、そうですね、こうタイトルのカタカナに関してはごめんなさい、ちょっとあんまり、ちょっとね、そうなかったんですけど、だってひらめいたんだね、さきちゃんの中で、こうなんか字の並びが、こうカタカナで4つ並んでる方がなんかしっくりきて、でカタカナにしたんですよね、その時それが多分あのきっかけだと思うよ、はい、インスピレーションだよね、なんかあの自分で作詞とかすると、あの例えばね歌詞カードとかを、ね、作る場合、全部あのここはどの漢字を使おうかとか、ここはカタカナ表記がいいかなとかさ、いろいろ、ね、考えるあのことが多くなると思うんだけれども、なんかねこだわればこだわるほどね、なんかねこういろいろやりたくなっちゃうじゃないですか、そうなんですよね、あの自分でそれを書いてるからこそそれができるというか、だからタイトル一つにしてもね、でもこれはきっと、パッとさきちゃんが思いついてのカタカナ4文字で大好き、そうですね、はい、それではお聞きいただきましょう、サナさんで大好き、お送りしましたのはサナさんで大好きでした。さあ今日はですね、ガールズユニットのサナのさきさんとふうかさんにお越しいただいてお話を伺っております。引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。あのお二人でつい先日、
お客様を入れてのライブをされたんですよね、はいはい、初のでしたね、うん、初のワンマンライブ、はい、何分ぐらいのライブだったんですか？とトータル合わせて90分の、はい、まあ、こう中で、はい、まあ、いろいろ歌歌ったりだとか、うん、あとはちょっとトークコーナーがあったりとか、やらせていただきました。そうですか。どうでしたか、有観客のライブは？めちゃめちゃ緊張してた。足プルプルだった。足がプルプル。足がプルプル。ずっと足が震えたって。1時間半結構あるよね。ありますね。1時間半はないよね、私たちもね。1時間半やったことないですよ。ないですね。そんなにあのやれる曲ないですし、1時間半は喋れるんだけど。あの、ね、余裕で喋るんだけど。2時間でも3時間全然喋るんだけど。その代わりね、間に曲の演奏がね3曲とかだ。ね、私たち昔からそうなんですよ、ね、そうなの、私たちはなんかね、あの Facebook でライブができるときに、はい、今もできるんだけども、うんうん、それをねずっとやってたんですよ。そうなんですよ、はい、でもうなんかね、いろんなことを喋ってて、そうなんですよ、うん、それを見ていたディレクターさん、うん、そうなんですよ、ね、この番組にね、そうそう、声をかけていただいてスタートしてるんですが、はい、でもお客様と、まあ、でもお客様がいらっしゃるっていうことは、お客様が曲を聴いたその反応もこう見えつつの演奏ですよ ね、 そうですね。やっぱり配信ライブしてるのとはだいぶ違ったんじゃないですか？そうですね、うん、一方的では終わらない感じ、うん、なんか反応が目に見えるっていうことで、うんうん、なんか反応も気になるし、はい、なんか配信だと、ね、うん、見えないままだったので、はい、きっと拍手してくれているであろうみたいな感じで信じつつ進めてたと思うんですけど、目の前にいらっしゃるので、そうですね、もう姿勢も気になるし、なかなかこう段取り通りいかなかったりね。そうだね、今までずっとカメラを見てたので、なんかもうそこが違いますよね。あ、そうね、そうかそうか、なるほどね。私たちのプロデュースをしてくださっている方がクスクスというバンドのボーカリストで、あの川上二郎さんという方なんですけど、その方はステージの時に自分の後ろを見る感覚でやるっておっしゃってました、うんうん、お客様の多分顔を、ね、見てしまうと、たくさんいるお客様一人だけ見つめるわけにもいかないじゃないですか、うん、なのでこう回り回って自分の後ろを見るようなイメージでっていう話されてたことがありました。多分それでアイドルちゃんだからね。そう、アイドルちゃんなのよ。そうそうそう、多分それでね、少し緊張感も抑えられたりするかも、うん、次の時試してみて、はい、やってみます。まだ緊張に負けちゃうかもしれない、うん、なんかね、ステージパフォーマンスの話を聞くとすごい面白い話がいっぱいありますよね。これなんとかの術っていうんだけどね。そう、見上げるの術みたいな。一人なんかは多分ご自分で自然とやってると思うけど、うん、こう歌いながらちょっとその余韻で上をこう見てみたりとか、うん、なんかそういうのもね、うん、あのパフォーマンステクニックをよく教えてくれるんですよ。そうなんですよ、ね、そうなのよね。一度ね、あの、そう、私たちのこのアルバムに入っている、うん、だからハニーっていうね、うんうん、あのハイセスプリンセスの曲をカバーしてたんですけども、はい、それをね、あのライブでやる時があって、うん、めちゃくちゃアイドルの振り付けをつけられて、うん、大変。しかも前日にね、そう、私たちが2人で考えてたら、いや、ちょっとそれじゃないなって言われて、こと細かにいろいろと教えていただいてね、うん、やったね。 そう、でそれはあの全然ウクレレとか弾かずにオケでやってたので、うん、まあ、いかようにでもなったんですけれども、うんうんうん、そこで立ち上がるとか最初に立ち上がって2人でちょっと手をパンってやってみるとかね、いろいろ。本当このお母さん世代の2人がお母さんなことみたいな。結構あの見てる皆さんは面白かったみたいですね。そういうのに面白がってくれる、うん、私たちの場合ね。そうなんです、そうなんです。ただね、私はさなちゃんたちの今回のその初、ね、有観客ライブを見た皆様っていうのはね、最初の一歩を見られたわけじゃないですか、うん、すっごくね、これからまあ何年も活動していく中で、あの1回目を私たちは見てるのよってずっと応援してくださると思うの、うんうんうん、ね、そうですよね、はい、そう
今日のねラジオ出演も初めてだということで、うん、初めてなんだもんね。そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちの番組で光栄ですよね。光栄です。はい、私たちきっとねずっと言い続けると思いますよ。ゆめちゃんでも来てね。さなちゃんたちの最初のラジオはこの番組なのって。そうそうそう、ずっと言っちゃう。嬉しいです。ありがとうございます。本当そういうものなんですよね。そうそう、ね、そして次のライブはいつぐらいにやる予定とか決まってるものってありますか？はい、皆さんに発表できるものを。はい、今すぐお伝えできるのは2本あって、はい、12月に1本、うん、こちらはまだ詳細が出てないので、うんうん、これから、ね、はい、ツイッターで告知するので、ツイッターでね、はい、チェックしていただけてたら、はい、嬉しいなと思います。はい、であともう一つが、うん、来年の1月15日に、はい、柏のスタジオウーというライブハウスで、はい、2人のバースデーワンマンライブを、うん、開催することが決まっております。はい、私たちの誕生日が2人とも1月で、日付も2日違いという近さで、そうなんですよ。なので1月はちょっと頑張ろうということで決まっております。で、手売りチケットも販売していて、はい、ネットでの予約もスタートしているので、ライブ会場だったり、はい、あとは、12月から路上ライブも始めていくので、そちらでゲットしていただけたら嬉しいなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日ですね、はい、お二人にスタジオにお越しいただいてるわけなんですが、はい、今日ね、はい、生演奏していただけるんですよ。はい、なの でちょっとじゃあご準備お願いして、はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。うん、ね、メッセージを読もうかな、うん、そうだね、その間にメッセージ紹介してください。はい、コマラジサポーターのアメちゃんさんからメッセージ、はい、いただきました。先ほどのね嵐のライブの話で、うん、はいはい、おっさんは友達の子供が好きで、はい、ファンクラブに入らされ、コンサートも何回か行きました。コンサート感動しましたって来てます。本当、ね、すごい。誘ってくれないのアメちゃんみたいな。本当アメちゃんどうして私たちに一声誘ってくれないの。でもすごいね、当たってたんだ すごいね。でもそのお友達のお子さんたちのためにファンクラブに入らされてっていうのが、でも確かになんか、うん、お友達のお子さんと、うん、一緒の写真、ライブ会場で写ってる写真とか、うんうん、なんか見たことある。本当。大丈夫このツーショットみたいな感じだったけど。サナさんたちのいろんな情報はツイッターで発信されておりますが、はい、お二人の、ね、ツイッターのアカウントがサナアンダーバーワールドアンダーバー1157、スペル申し上げます。 SANA アンダーバー WORLD アンダーバー1157、こちらをねフォローしていただきますと、これから行われるお二人のライブ情報もゲットできると思います。はい、はい、じゃあ準備ができた感じですか。はい、大丈夫でしょうか。はい、それではお二人に演奏していただきましょう。サナさんの演奏で月明かりです。
気で溢れていた。のに今も思い出すと苦しいよ。出会ってくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。サネさんの演奏で月明かりでした。素敵でした ねえ、さっきちゃんの声が本当に透き通った、うん、素敵な声で、またふうかちゃんのパーカッションも、ね、心地いい ねいいですね、二人のユニットね。いいですね。すごく素敵だった。ありがとうございます。ちょっとこれあのショートバージョンになるので、はい、またライブとかだと、ちょっとフルだと5分ぐらいになるんですけど、はい、なのでよかったらライブでぜひ。本当ですね。ライブに15日ですね。はいはい、はい、足を運んでいただきたいですね。あのリアルライブ以外にもこれからも配信でライブとかもやっていかれる予定ですか？時々は。そうですね、うん、で来月から、はい、その1月15日の手売りチケットだったりとか、あと、はい、今デモ CD の方を版で手売りの方で出せるように出していまして、今日のその大好きだったりとか快感が入っている曲になるんですけども、なのでそちらを、毎週火曜日、あと月曜日もちょっとやれる時はやろうと思ってて、それもツイッターの方に上がってるんですけど、そこで柏の路上ライブだったりとか、あと国分寺の方でも路上ライブをやろうと思っていて、なのでそちらの方でも1月15日のチケットだったり、はい、あと CD とかもゲットできるので、はい、こちらの方もぜひ、はいはい、毎週火曜日だったらあの、ね、私たちの番組でね、今日国分寺であるわよみたいなね、ツイッターチェックしますから。ありがとうございます。ご案内できる ね, ね, ねぴったりじゃない。今夜行ってください皆さん。じゃあちゃんとねチェックしておきますね。ありがとうございます。励みになります。はい、あと何かリスナーの皆様にお伝えしておきたいことはありませんか？はい、うん、何かなと、まだ今日お話ししてないことだと、また来月からのことになってしまうんですが、毎日ツイキャス配信を始めようと思っておりまして、はい、あのサナのアカウントを使って、今日はサキがツイキャス、今日はフーカがツイキャスで、2人揃ってる日は2人で配信という形でツイキャスも始めていきますね。そうなんだね。はい、じゃあリアルに毎日お二人が見れちゃう感じですか？そうです、そういうことですね。毎日やるって本当にね素晴らしい、うん、ね、本当に素晴らしい、頑張って、ね、ありがとうございます、はい、あとは、あ、ごめんなさい、大丈夫、はい、どうぞ。 YouTube の方も動かしていて、はい、毎週日曜日の夜8時に動画を投稿しているので、はい、もしよろしければ日曜日の夜8時ね、はいはい、YouTube もチャンネル登録していただけたら嬉しいなって思います、はい、ね、あのサナさん、咲く花と書いてサナさんなんですが、 YouTube の方も皆様ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。日曜日が楽しみだね。そうよね、8時ぐらいが一番ね、はい、なんかそういうものを検索する時間帯じゃないですか。本当そうですよ ね、うん、だ
これからもどんどん活躍されて いらっしゃるお二人なんですが、本当によかったらまたコマラジに遊びにいらしてください、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございます。お忙しい中スタジオにお越しいただきまして、そして生演奏していただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。本日のギフトボックスのゲストはガールズユニットサナさんのさきちゃんとふうかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またお越しください。はい、ありがとうございます。はあ、かわいかった。かわいいねもう私たち、絶賛応援しちゃいますよね。応援しますよ、はい、本当に応援していきます、はい、ね、皆様もぜひ応援よろしくお願いいたします。お願いいたします。今日はね、はいはい、16時代最後の曲は、はい、MM 喫茶店さんの曲をおかけしたいと思うんです、はいはい、MM 喫茶店さんには今年の4月の13日にゲストに来ていただきました。そうですね、はいはい、本当はね東京にライブに来るから、うんうんうん、その時にって言ってたんだけど、はい、このコロナ禍で緊急事態宣言でいらっしゃれなくて、はい、Zoom で収録させていただいて、あの時のズームも最高に面白かったよ、ね、面白かったよね編集できるんであろうかっていうぐらい、ね、笑ってばっかりいましたけど、あれ結構編集大変だったでしょ、うん、だってさ5人入ってたわけだからね、うん、寝れなかったと思ったあの日じゃあぜひ生で来ていただきましょう。ぜひね本当、うん、あと皆様ももしもまだ聞いてない方がいらっしゃったら、はい、ハニオンベリーの YouTube のチャンネルにアーカイブが残っておりますん です、ねはい、MM 喫茶店さんのね本当面白いんで、本当に面白いので皆様にお聞きいただきたいと思います、はい、MM 喫茶店さんライブがございます、はい、12月の18日、南堀江、フィフスストリートさんでライブがございます、はい、こちらはね一緒に出られる方が、チョイスちゃんそしてピーマンさんとご一緒にされるそうなんでなんか皆さんちょっとあのユニット名もユニークではありますが、はいすねはいはい、今日ねイノマックスさんとねアスカさんにちょっとねご連絡をしてかけさせていただきますよっていうお話をねさせていただいてました、はい、MM 喫茶店さんといえば、はい、やっぱりメガネどこ行ったが、そうですね、皆さんの中では有名かな、はいはいはい、あのカバーされてる方もいっぱいいますよね、はいうん、今日はですねちょっと違う曲をおかけしたいと思います、はい、なんかこの題名からねすごいいいなって思うんです。これはあのひらがなとカタカナのが、はい、そうなんですよ、合体した感じですね。そうなんです、はい、ではお聞きいただきましょう。 MM 喫茶店さんでよかったよかった。ハニーオンベリーのウクレレドキ。時刻は5時を回りました。引き続きハニーオンベリーのウクレレドキ、ゆりとかなでお楽しみいただきたいと思います。狛江市のお天気をお知らせいたします。今日は午前中は晴れていましたが、午後になって曇りになりまして、はいはいはい、これからですね午後遅くからは、雨が降り出す予報なんですよ。なんかまた冷えるのかしら。そうだね、まだ降ってないかしら、はい、深夜には本降りの雨になる予報となっております。最高気温16度だったんですが、気温はね夜になっても下がらないようです。はい、明日の朝まで14度前後の見込みとなっております、はい、狛江市のお天気をお知らせいたしました。続きまして運行情報です。小田急線、京王線ともに平常通り運行しております。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせです。ASP.AID ASP.AID はクラシック ASP の保守・管理・運用・設計・再構築・機能拡張・不具合修正などを行います。 IIS アクティブサーバーページスのプロフェッショナルがあなたのレガシーシステムを無期限にがっちりサポートいたします。例えばこのシステム配置外で担当者不在、誰もメンテナンスができない、システム開発会社に作ってもらったシステム、現在その会社がない、メンテナンスを誰に相談したらよいかわからないシステムがある、ドキュメントすらない、こんな経験はありませんか？そんな方は今すぐ ASP.AID で検索。クラウド化やスマホ対策、
新しいデザインへのリニューアルにも対応可能です。古き資産を最大限に活用いたしましょう。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせでした。ウクレレバード通信。このコーナーはコマラジサポーターにもなってくださっているウクレレバードさんにお電話をして皆様にウクレレをご紹介していただくコーナーです。ウクレレバードさんは丸の内線南阿佐ヶ谷駅から徒歩3分のウクレレの専門店で、リーズナブルなウクレレからビルダーさんが一つ一つ丁寧に作ったウクレレなどたくさんのウクレレが揃ったお店です。それでは今日も店長の小山さんをお呼びいたしましょう。小山さん。はい、皆さんこんにちは。ウクレレバードの小山です。こんにちは。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ウクレレバードさん の SNS 拝見させていただいてるんですが、はい、今の、店内にすごい商品がもりもりたくさん入ってるらしいじゃないですか。そうなんですよ、はい、はいはいはい、ね、もうね入荷ラッシュで今ねすごいいいですね。今ならじゃあ、はい、いろんなものが揃ってるって感じですね。そうですね、はい、もうこれから年末に向けてやっぱりねクリスマス商戦とかもありますの で、 そうですよ、ね、プレゼントにもいいですもんね。プレゼントにもいいです、あ、やっぱりあれですか、クリスマスの時期ってこれプレゼントでっていう方も割と多いんですか。そうですね、はい、やっぱりただまあ一緒に見えられてとかね、はいはい、そういう方も多いですよね、やっぱりね、まあ、自分へのプレゼントとかね、うん、そう自分の今年頑張ったみたいな、そう、いいかもしれない、自分へのご褒美というのがやっぱり一番多いですかね。そうですよね、はい、はい、じゃあ、はい、今日のウクレレをご紹介していただきたいんですが、はい、はい、今日はですねちょっと変わり種というかね、はいはい、なかなか珍しい個人趣向のウクレレなんですけども、はい、名前がですね、ダアッカっていう、これイタリアなんで、うん、アッカ H って書いてアッカって読むんですけども、DAH と書いてダアッカと呼ぶ、はい、ブランド名なんですけどね、はい、でウクレレのコンサート、14フレット、でスタンダードっていう型番なんですけども、はい、これを作っている方は、富山県のね氷見市っていうところで工房を構えてらっしゃる平川、はい、さんですね、平川大さんって方なんですけど、はいはい、この方はね、ちょっとウクレレ制作者ではちょっと異色の経歴を持ってらっしゃって、はい、イタリアでねバイオリン制作を学んだっていう、ね、方なんですね、はい、そうなんです。それで木工技術が、まあ、こちら日本にいる段階で木工をな学んでらっしゃって、はい、その後イタリアでバイオリン制作を学んで、はい、でこちら帰国した後も木工の専門学校とか先生をねずっとされてた方なんですけど、まあ、とにかくね木工技術がすごいっていうのと、うん、あとそういう、イタリアでのバイオリン制作の経験からやっぱりそのクラシック楽器とか古楽器とかのね、はい、制作ノウハウが作りにすごく現れてる方なんですけど、はい、でこの方ねそのアマチュア時代というかその、専門学校の先生時代から実は、はい、注目をされてまして、それ何かっていうとですね、はい、真冬のウクレレ展っていうね、はい、アマチュアビルダーの方がこう集まって個展をやるウクレレのイベントがあるんですよ、はいはい、でそこの、毎年出されてる常連だったんですけど、うん、もう本当一人だけなんか技術が違うみたいな感じで、すごくねいい楽器を毎年発表されてて、はい、でその時からもうすごく注目はされてたんですけど、はい、数年前に本当に、プロ、そちらの方は、先生の方はもう辞められて、もう制作家としてもう一本立ちされてっていう感じなんですけどね、はいはい、それで、まあ、ちょっとまずはサウンドを聞いていただきたいと思います、はい、どうぞお願いします。
ありがとうございます。はいはいはい、とですね、はい、まあ材料が、はい、まあホンジュラスマホガニーの、フィギュアードって言ってこうバーっとこうなんていうんですかね、模様が入ったマホガニーなんですけどね、はい、あの今私 YouTube の動画拝見させていただいてるんですが、あのボディのあの木の木目というんでしょうかね。そうなんです、そうなんです。すごく変わってますよね。わーっとね、はい、あのエキゾチックな木目が入ったやつでして、うんうん、これね、キルテッドマホガニーとかとも言われるんですけど、まあなんか本当にキルトみたいな感じで、ふわーっとね、はい、全体が、模様が入った材料を使ってて、はい、でマホガニーって通常柔らかい木って言われるんですけど、はい、そのキルテッドマホガニーの場合はちょっと硬くてリバーブ感がねすごくあるので、まあさっき、の聞いていただいたみたいな、すごくねなんていうかあのリバーブ感のねあるね音色になるんですけど、はい、でこの方、まあさっき、イタリアであのバイオリン制作の影響を受けたって言いましたけど、はいはい、まあ随所にねそういうあのテイストが入ってて、まあブリッジの形状なんかもですね、はい、ちょっと小楽器みたいな感じでこう、そうですね、スタイリッシュな感じで、うんうんうん、あの横に、ちょっとピョッピョッと飛び出したような感じで、はい、で大きな特徴はね、サドルって言って、あの通常ウクレレにはあのそのブリッジの部分にはこう白い牛骨だったり、はいはいはい、なんだり横にポッとなんかあの、サドルっていうものを設置されるんですけど、はい、これはもうブリッジだけで、ブリッジに直接その弦が結びつけてあって、そこからこうもうヘッドに弦が行くっていう感じで、はい、これもその、バイオリンとかのねその、影響があるんですけど、はい、あともう一個はペグなんですけどね、はい、ペグってバイオリンってこうあのグッとただ木の、なんていうんですか、棒が、はい、突き刺してあるだけなんですよね、はいはいはい、そのデザインの、うん、ペグがあの見た目はそれなんですけど、ちゃんとギアが入ってるっていう、はい、あのペグヘッツっていうね有名ブランド の, あのペグが、あの高級なペグがあるんですけど、それがついてたりとか、はい、まあとにかくね、ぜひねこれちょっと写真本当は見ていただけたら嬉しいんですけど、そうですね、黒くてちょっとかっこいい、ペグがついてますよね、かっこいい感じなんですけど、うんうん、うん、でこの方は、まあ、そういった形なので、ね、本数はあの年間の生産本数は少ないんですけど、はい、まあ、富山県の氷見市 の, 見市あの製作家ということもありまして、はい、富山県の、ね、楽器屋さんで海進堂さんっていうのが楽器屋さんがあって、はい、そこをあの富山県と石川県で大体5店舗ぐらいあるんですけど、はいはい、主にねそういうとこにはあの、置いてて結構有名、その地方では有名なんですけど、都内ではね実はねちゃんと見れるのはうちだけなので、そうなんです、イエーイって感じです。ぜひね、それでだからそういう結構広告とかに出てるんですけど、はい、なかなかあの実際見れないっていう方が、はいはい、いらっしゃって、はい、ぜひそういう方はあのウクレレバードまでちょっとね、あの芸術品な感じですからね、もう見るだけでもそうなんです、うん、いいですよね、うんうんうん、だからオーケストラとかクラシック音楽とかお好きな方にはすごく響くデザインなんじゃないかなと思いますね、はい、そうですね、はい、そんな形でございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ小山さんまた来週もよろしくお願いします、また来週もよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、はい、失礼します、失礼いたします。このコーナーでは南阿佐ヶ谷駅から徒歩3分杉並区役所のすぐそばのウクレレ専門店ウクレレバードの店長の小山さんにお話を伺いました。来週もよろしくお願いいたします。はい、さあここからはですね、ハニベリートークということで、はい、いろいろとお伝えしていきたいと思いますが、はい、まず私たちこの間日曜日ですね、はい、11月の28日に狛江市の総合防災訓練に参加いたしました。参加しました、はい、市を挙げての防災訓練なので、はい、あの
市内の、うん、小学校ですとか体育館ですとかで、はい、いろんな、ね、訓練の、模様を、ね、やっていたんですけれども、はいはい、行ってきましたね、私たち行ってきましたよ。 VR 車、そうなんです、乗っちゃいました、はい、乗っちゃいました。あの今日ちょうど、はい、私そのことを Facebook に書いてたんですけれども、あのお友達からねコメントがついていて、はい、あの VR で体験できるものっていうのはすごく数が少ないから、うん、もし見かけたら絶対乗らなきゃダメなやつですよっていうコメントをいただいたんですよマニアにはたまらんみたいなやつですね、うん、そうそう、だから私たちあの体験できてよかったですね。はいね、はい、VR、全国に3台しかないっておっしゃってましたけど、串屋さんが、はい、ね、もともと3台しかなくて今少し増えてるんですかね、どうなんでしょうか。とにかく、はい、あのかなり希少な、とても、はい、そうなんですよ、訓練の、ね、できる、車が来ておりましたけれども、はい、で私たちは西泉体育館にお邪魔して、はい、その VR 体験をしたんですが、はい、この日はですね、8時半に、地震が起きたという想定で、はいはい、避難訓練が始まったわけなんですけれども、うんうんうん、はい、まず駒良寺の方でも9時から10時の間、はい、地震が発生しましたということで名古屋ディレクターが放送を始めて、はい、で私たちはそこにお邪魔してはい、はい、で放送スタートっていうご挨拶をしてから西泉体育館に移動しました、はいはい、そしてその時なんですけれども、バカンというね、先週もちょっと私たちご紹介しましたが、はい、混雑状況の分かるページがございまして、避難所のね、はい、うんうん、そうなんです、それを狛江市のこの避難所のところで混雑状況がもうそのリアルタイムで見られる、はい、すごく便利でしたね、今多少混雑しておりますとかね、うん、ちゃんとこう出るんですよね。そうなんですよ、はい、でまあ、このね VR 体験のできる西泉体育館は最初からちょっと混雑してますってなってたんでそうそう、うん、やっぱり人気が高いなというのも、まあ、でもね行ったら確かに並んでましたからね、並んでましたね、はいはい、そうなんです。ただ、うん、消防署のね串屋さんもおっしゃってましたけれども、はい、こういった訓練っていうのはいざ災害が起きた時に何もしたことがなければ、うん、本当に何していいかわからないってなっちゃうので、うんうん、はい、すごくこういった防災訓練は参加してほしいと思ってるそうなんです、はい、ただどうしても今はその若い方たちが参加しないで高齢化、うん、この防災訓練も高齢化してるそうなんですよ、参加してくださる方が、だからお若い方、お子さんですとか学生の皆さんにも興味を持ってもらうためにも、はい、このVR の訓練車っていうのは、はい、うん、やっぱり一つすごくいいね、きっかけになってるそうです。そうですよね、うん、地域の、うん、まあ、今回はね狛江市は市を挙げての、ね、防災訓練で、いろんなところでそういった車が来たりとかしてましたけれども、うんうん、もうちょっと小規模で、はい、各こう住んでいるエリアの、まあ、小さい区域でもいろんなこう防災グッズが収められているようなこう倉庫みたいのがあるわけじゃないですか。ありますね、備蓄のね、うちの方のね近所の方では、うん、まあ、それを開けて、うん、はい、どこに何が入ってるかを点検しましょうみたいなことをやっていたらしいんですね、うん、はいはい、まあ、でもそれを知っているのって、うん、まあ、ちょっとご高齢のね、そういったものを係の、ね、方たちがご説明してくださるんですが、はい、それを出すのにはやっぱり若い力が必要なんですよね、なるほど、はい、そうか、そうそうそう、なので、うん、やっぱりこういう、ね、訓練、地域の、ね、地元 の、 お住まいの、ね、訓練にはぜひ、ね、ご参加いただいて、はい、どこに何があるかとか、ぜひお若い方は、ね、知ってていただいた方がいいと思うんですよね。そうですよね、うん、あとやはりいろいろ備蓄をしておいたり、はいはい、うん、まあ、防災グッズのご紹介もねこの間ラジオでさせていただいていましたが、はいはい、投げることで消火できる、うんうん、投げられる消火器とか、はいはい、うんうん、あとはこの狛江でちょうど作っているお水をろ過できる、はい、ね、ね、機械が300リットルまでいけるんでしたっけ、ねえ、はい、私たち訓練の後買っとく一つって話をしてたの、玉川の川があれば大丈夫みたいなね、大丈夫なんじゃないかって話をしてましたが、はい、うん、皆様もそういうものにちょっと興味を持っていただくという意味でも、そうです、ね、防災訓練大切ですよね、うん、しかもそういう防災グッズも、うん、買って満足ではなくって、はい、ぜひ使っていただいて、使い勝手をよくね理解しておいていただかないと、いざという時にあるけど使えないみたいなことにもなりますからね、うん、そうそう、やっぱりライトの例から言うと、はい、懐中電灯あるけど電池が切れているとか、あった電池がないとかね、ないとかね、サイズがね、はい、サイズがね、だからそういうのはやっぱり、うん、日頃から試しておくべきことですよね、そうですね、うんうん、あとはその
食べ物なんかも、はいはい、災害時にできるだけ普段食べてるもの、はい、好きなものを食べたいじゃないですか、うん、そうですね、なので長期間保存のできるものも、はい、のストックをして、はい、それを回す形 で、 そうです、ね、期日が近くなったら食べて新しいのを買ってきて補充しておく、はいはいまあ、普段から使ってるような形でね、うん、こう回していっていただければね、回していただくのがいいですね、はい、前にポリクック の、はい、の森下園子先生にお伺いした時、園子先生は確か、2リッターのペットボトルで7箱分はストックしてるっておっしゃってたような気がします、ね、7箱4人家族で1週間、はあとかお水を、まあでもね、うん、ストックするとそのぐらいになるっておっしゃってたような気がするんですよ。計算するとでもそのぐらいないと足らないんですね、そうですそうです、だからそういうのもちゃんと理解してないと、うん、えーって一瞬数だけ聞くと、うん、そんなうち置くとこあるかなぐらいの方はね、それはなかなか難しい問題ではありますが、はい、ただいざという時にお水があってで、はい、家にいられる状況であれば、うんうん、あえて避難所に行かずとも、うんうん、多分ストレスの具合を考えたら家で過ごせた方がいいのかなっていう気がしますね。そうですよね。そういう状況が大丈夫なのであれば、うん、大丈夫なんであればですよ、ね、食べ物飲み物そしてお手洗いの準備とかができていたら、はい、その方がいいのかもしれないな、そうですよね、うん、やっぱり経験したことがないじゃないですか、うん、そう避難所での生活っていうのもね、はい、ないですね、そうだから、やっぱり、ね、すぐそばにたくさんの人が寝起きしてるわけじゃないですか、うん、そうですよ、だから多分ね、うん、そういうストレスってすごく、はい、自分の知らないところで体に出てくるんじゃないかなとも思いますしね、そうです、そうです、私の両親は、はい、私は出身が仙台なので、東日本大震災の時に両親の住んでいたマンションはそんなに大きな被害はなかったんですが、うんうん、はい、それでも近くの小学校に一度避難したんですよ、はい、だけどお布団とか持って行って避難したんですけど、うん、はい、やっぱりね避難所が耐えられなくてすぐ帰ってきたんです、だからそういうのもありますんでね、うん、でもね私ね、うん、すごくここが狛江のね、はい、このあたりとかすごく雨が降って、台風の時だったかな、なんか避難をしなくちゃいけないかなっていう雰囲気の時があったじゃないですか、はい、9月の初め頃、うん、2年ぐらい前の、でその時に避難所に行くけど、避難所には一体何を持ってったらいいのかな、取り急ぎ、うん、はい、っていうのもすごい考えたんですよ、そうよね、そうなので、うん、とりあえず、うん、おにぎりでも作ってみるみたいな感じだったんで、うんうん、まだねまだそういうような余裕があったから、うん、あれですけど、うんうん、でもねなんかね避難所に行くっていうこと自体も何を持ったらいいのかなってちょっとねその時考えたので、うん、そうですね、でもねそういうのもねちゃんとね、まあ、その時の状況にもよりますけれども、はい、うん、いろいろちょっとやっぱり考えとかないといけないなと思いました。そうですね、皆様もご家族でそういった話をやっぱりしておくことが大切だと思います、うん、はい、そうですね、はい、何を準備しようとかね、どこで落ち合おうとかね、うんうん、そういう話はしてていただいたらいいのかな、ね、そうですね、いろいろと考えた28日でしたよね。そうですね、串屋さんが手でこう動かした家具は大抵倒れますって、はい、倒れますってまずはそこから、うん、あと冷蔵庫が倒れると、うん、はい、避難経路も奪われちゃう場合があるから、うん、そうですね、その置き場所とかも工夫した方がいいんですよって話もされてました。それが倒れることによってドアが開かないとか、うん、そうなっちゃうともうどうにもなりませんからね、冷蔵庫80キロ以上ありますからね、動かせませんよ、はい、私たちのその VR 体験した時には、はい、地震の後に結局扉が開かなくなって閉じ込められるっていう設定でしたから、はいはい、そして真っ暗になる、そう真っ暗になる、はい、でそして少し待ってやっと助けが来て、うん、明かりが入って、うん、助かったっていうところで3分間の VR 体験が終わるっていう ね、3分長い長かったよね、長いちょっとたち本当に恐怖を感じた、うん、ね、かなちゃん言ってたよね、うんうん、やっぱり映像があると、うんうん、よりすごくリアルな、ね、臨場感があるわけだし、風やら匂いやらも来るし、そうそう、窓ガラスが割れる設定だったから風も入ってきて、うん、そしてちょっと遠くの方で火事も起きてて、はい、焦げ臭い匂いがしてきて、そうそうそう、ね、で映像はね、うん、そのリビングにいる形なんで、はい、ですけれども、うんうん、食器とかがね、食器棚倒れて、そうなんですよ、すべて倒れて割れておりましたよ、すごい惨事なんですよね、お家の中が、はい、でそれで、うん、真っ暗になったりいろんなことが起こるわけで、うんうん、ちょっとね、私帰ってきてから、うん、
気持ち悪かった。そう、かなちゃんしばらく気持ち悪かったよねちょっとダメージ多かった。本当ですよね。本当地震って、はい、私は比較的子供の頃から震度5以上の地震3回ぐらい経験してるんですよ、はいはい、なので、ちょっとその慣れというのも若干あると思います、はい、ただ地震にね、あったことのない皆さんは、うん、もしも VR のそういった体験のね、はい、車が近くに来るよっていう訓練がありましたら、はいはい、ぜひご参加いただきたいと思います。ぜひ参加していただきたいですね、うん、ね、今はまあコロナ禍ということで、はい、通常車の、ね、座席、体験する座席が8席あるんですが、はい、そうですね、一つずつ一つ置きで、はい、間を空けて、間を空けて、訓練させていただきましたけれども、VR のこの車、かっこいいじゃないですか。かっこいいですね。結構ちもえーって感じですか、うん、すごくかっこよかったですね、うん、かっこいいですね、はいはい、ぜひね、はい、乗ってみていただければと思います。はい、はい、そう思います、以上、狛江市の総合訓練のお話しさせていただきました、はい、ここでね、おはがきいただいてますのでご紹介させていただきましょう、はい、ラジオネーム、こまらじサポーターのみかんの里のひろちゃんからいただきました。はい、いつもありがとうございます、はい、ひろちゃんのおはがきなんですが、はい、今回はね、吉澤みゆきさんの YouTube のレッスンの中からレースペーパーを書くっていうので、うん、フレームを作って書いてくださって、すごい上手、上手よね、うん、めきめき腕を上げている、本当にめきめき腕を上げています。はい、ウクレレ時にハガキをくださることでめきめき、そうですね、はい、腕を上げてらっしゃいます、成長が見れますはい、読ませていただきます、はいはい、ハニベリのゆりちゃん、かなちゃん、こんにちは。こんにちは。先週は瞳が微笑むからをかけてくれてありがとう。結婚記念日だったね。あ、そうですね、はいはい、今年も残すところあと1ヶ月早いね。びっくりしちゃう。残り1ヶ月残り1ヶ月楽しみましょう、はい、2021年もいろんなことがありましたね。ハニベリはいつも笑顔で頑張っていました。ありがとうございます。ありがとうございますはい、今年はサンタさんに何を頼みますか。頼んでいいの。かなちゃん何頼みますか。何頼もう、どうしよう。でこういう時ちゃんとひらめかないとダメなんだよね。あ、なんかさ、常に欲しいものを頭の中にちゃんと入れとかないと、うんうん、パッと言えない。そう、パッと言えないとそれかなわないじゃん。私はかなちゃんはワンちゃんの何かかなと思ったけど、それもある、うん、この間洋服買ったらあまりの高さにびっくり、うんもしかしたら自分の洋服より高かったりする。びっくりしちゃった。ワンちゃんたちの洋服は、しかもさ、双子状態だからさ、2つ買わないといけないじゃない。 ね、大変だね。びっくりしちゃったお母さん、はい、では、はがきに戻りますはい、はい、寒さも厳しくなり始めると思います、はい、体調を崩さないように気をつけてね、はい、今週も楽しい放送アーカイブが待ち遠しいですっていただきました。ひろちゃんありがとうございます、はい、ね、本当双子状態だからなかなか大変ですね。だって、うん、一つなわけにはいかないでしょう。いきませんよお嬢様2人ですから。お嬢様2人、はい、はい、それではここで1曲お届けしたいと思います、はいはい、今日はですね、私たちいつもエンディングでデイジードブユキさんのレレハッピーでかけさせていただいていますが、デイジードブユキさんのアルバムの中から1曲お届けいたします、はいはい、デイジードブユキさんとコーラスでマユさんが参加している楽曲です。銀河バタフライ2020プライムミックス。お送りしましたのはデイジーとブユキさん、そしてコーラスマユさんで銀河バタフライ2020プライムミックスでした。さあ、ここからはカモンレコーズ企画のお話ししてまいりましょうか。11月の11日からお申し込みスタートしまして、はい、もう続々とお申し込みいただいておりますね。そうですね、今回も、はい、オリジナル部門が多いですね、うん、はい、多いですね、うん、やっぱり、2020年はウクレレカバーズ2020ということで、はい、カバーオンリーで2番組でした、はいはい、そして2021ではカバーと、オリジナルと1枚ずつだったんですね、うんうん、はい、そしてそのオリジナルの中では配信はもちろんアルバムとして国内配信しておりましたけれども、はい、オリジナルの皆様の曲に関しましては1曲ずつシングルカットを、そうなんですよ、ね、だからしていただけたんです。シングルジャケットがつくんですよね。そうなんです、ね、でそこでアーティストさんとそのシングルでリリースしたものがちゃんと紐付けできるので、はいはい、ちょっとそこが魅力的だったんですね。そうですね、やってみたらなんかそのプレゼンというかね、うん、その説明をさせていただきましたら、はい、まあちょっとまだ曲はまだ未完成なんだけれども、うん、はい、オリジナルでっていう方が、ね、やってみようかな
っていう方も、まあ、多いですね。多いですね。そしてそんな流れもありまして、はいはい、あの今回は川上二郎先生、あの作詞作曲お手伝いできるっていうオプションも作ってくださいましたね。はい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 、なので、ね、ぜひね、あの詞は書けるんだけれども曲がみたいな方はね、はい、あのぜひね先生方にご相談いただいて、オプションで、はい、曲を作ることもできます、ね、オリジナルで参加することもできます。はい、楽しみだな。まあ、でもね、はい、あの結構女性はなんとなくこう手帳に書いてたりとか、うん、はい、あのね、スマホにね、なんか書いてたりとか、あの知ってますからね。なんかそんなのをね、こうちょっとまとめていただいて、キュキュキュッとまとめていただくと、なんか一曲書けちゃうんじゃないかなというのもあるかもしれないし。そうですよね、あとはもうこのレコーディングに参加するなら思い切って作ってみるっていうのもいいかもしれない。そうそうですよね、あのなんかねひらめいたらいいですね。そう、はい、皆様ぜひね、まだお申し込みの方は12月の15日正午が締め切りですよね、はい、それまでまだお申し込み可能ですので、今週末12月の4日夜の8時、はい、20時から最後のライブ配信の説明会を開催いたします。そうですね、もう最後になりまして7回、はい、目になりますね。そうですね、7回目になります。はい、はい、まあ、お申し込みいただいている方ももう結構多くなってきてはおりますが、はいはい、まだまだなちょっと悩んでるんだけど、みたいな方はね、ぜひね、あのその YouTube のね、はい、配信の説明会にお越しいただくとか、アーカイブご覧いただいて、ね、はい、ぜひね15日までにお申し込みいただければと思います。はいはい、あと迷ってる皆様には、うん、はい、ご希望の方がいらっしゃればなんですけれども、配信の説明会の後に Zoom の会議室にお入りいただいて、はい、スタッフの私たちに直接質問を投げかけていただくこともできます、うん、そうですね、まあ、どんなことが心配なのかとか、はい、うん、ね、あのね、あるかと思いますので、ね、意外とあの聞いていただいたらなんてことないことだったってこともあるかもしれないの で、 で、ね、はいはい、よかったらそちらの方もお声掛けいただきたいと思います。はい、Facebook をされている皆様は、私たちハニーオンベリー、あのゆりとかな、どちらかとつながっていたらメッセンジャーで、あのアフター出たいですよって言っていただけばいいですし、はい、もし Facebook をされてない皆様は、私たちハニーオンベリーで Twitter がございますので、はい、Twitter か Instagram からダイレクトメッセージをお送りいただければ、そちらに Zoom の会議室の URL をお送りしたいと思っております。はい、あのカバーの楽曲でね、はい、エントリーされている方、まあ、少ないとは言いながらも、まあまあ、まあまあなボリューム来てるじゃないですか。はい、来ています。で、あの順次、許諾申請入っておりまして、もう許諾が下りたユニットですとか、はい、うん、いらっしゃいますね。もうね、決まったユニットさんもいらっしゃいますね。ね、レッスンお願いしますというようなリクエストも入ってますし、はい、なので早めにエントリーして早めに許諾申請を出していただいて、早めに OK になれば、もうどん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 、あの早めにいろんなことが準備ができますので、練習期間がその分伸びるということになりますので、そうなんですよ、皆様ね、お申し込みはお早めに。やっぱりね、でもね、練習あるのみなので、その通りですね。そうなんです。で、ましてや、はい、コピーじゃなくてカバーなので。あのね、コピーでずっと頭の中に入ってるものを、うん、はい、まあ、ある意味ぶち壊されるわけじゃないですか。そうです。うん、なのでやっぱり一からになってきますから、はいはい、あのやっぱり練習期間はね、たくさんあった方がいい。その通りですね、うん、いい。そしてしっかり自分の体の中に染み込ませて、うん、はい、うん、自分のものにしてレコーディングに挑んでいただくと、やっぱり、ね、違くなると思うんですよね。そうですよね。今回はオリジナル部門には柴田陽一さんが参加してくださるんですが、はい、セルフカバーなんです、はい、あのポップコーン出身の柴田陽一さんなんですけれども、酒持ってこいという曲がありまして、 はい、そちらをですね、セルフカバーでこの2022年度版ということで、はいはい、土門英明さんがアレンジをしてくださるそうです、はい、同じ同郷チームで山形出身、うん、はい、そうなんですよ。だからあの土門さんにちょっとお聞きしたら、うん、もう想像もしないようなアレンジにしちゃうからみたいなことおっしゃってて、どんなアレンジになるんだろうって。いやでもね、この曲は皆さん多分検索していただいたら聞いたことがある曲だと思いますので、はい、うん、あのヤマハのポップコーンですよ。はい、ね、そうですよ、懐かしいですね。懐かしいですね。はい、でね、世界歌謡祭とかも出てらっしゃるので、うん、そうです、うん、皆様そちらもね、ぜひお楽しみになさっていただきたいと思います、はいはい、それではここで1曲お届けいたしましょう、はい、3月30日にミニアルバムリリースいたしましたハニーオンベリーのアルバムの中から UEO。
You are just only one, yes, only one, just only one.ね、はい、今日この2時間ラジオやっておりますが、はい、実は明日もコマラジに登場するんですよね。いいんでしょうか、はいま、あのこのウクレレ時とは姉妹番組のような形になっておりますが、はいすねはい、明日の12月1日19時夜の7時から吉澤みゆきさんの番組、はい、吉澤みゆきのアトリエにようこそ。こちらにハニオンベリーゲストで出てしまいます、はい出させていただきました、出させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そうあの番組の中では本当あの私は普段ゆりりすとして出てるんですが、はいはいはい、アシスタントね、そう、はい、アシスタントで出てるんですけれども、はい、ちょっとハニーオンベリーとしてかなちゃんと2人でこう、はい
ゆりりすがいつも作っているゆりりすちゃんがいつも作っている絵描き歌は今回はハニーオンベリーで作って歌ってみようっていうね、はい、作りましたよ、作りましたよ。なかなか難しかったんですよね、うん、なんかねうまくこれで描けるのであろうか。そう今回、うん、曲が出来上がってから、はい、結構あのいろんな方に検証しましたね。そうですね、はい、これ聞いて描けますか。はいはい、うん、どうも描けないみたい直しがいっぱい入っちゃってね。そうですね、はい、でも最終的に、はい、あとは聴いているあなたのイマジネーションにかかっております。頑張って書いてくださいね。まあ、でも絵描き歌そういうものよね、うん、そういうものですよ、うん、そういうものよ。だから、うんうん、思い込んだら全く違うものが書けますからね。そう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 本当に本当に、ね、自分の中で違うものを思ったら、はい、多分ね違うものが書けるんですよ。違うものが出ますね、うん、はい。まあ、でも今回は、うんうん、まあ、12月の放送ですから、はい、うん、まあ、12月だから何書くかはなんとなく皆さん分かると思うので、まあね、はい、ぜひね書けましたらアトリエにようこその方の公式 LINE にその絵を送っていただいて、はい、ハニベリの歌でどこまで書けたかっていうのをね、はい、なんかちょっとドキドキするよね。それがなんかいい歌書けちゃったんだよね、うん、そうなの。自分で言うのもなんだけど結構いいでしょ。いいんだよ ね結構良かったよね。なんかねなんか短期間でやった割には本当本当3日間ぐらいしかなかったね。いいじゃないなんて ね私そういう感じ。前回火曜のみんなで歌った、はい、あの曲も本当にそらちゃんと ね、うん、なんか2日とか3日とかそういう感じでしたけど、あまり時間があるとビヨーンって伸びちゃうから。そうなのかしら、ね、短期集中、ね、やっぱり合宿かな、もういつまでに提出しなきゃいけないっていうのにちょっとお尻を叩かれていいものが生まれるのかな。そうなのでしょうか、うん、分かりませんが、うん、はい、ぜひ皆様明日の19時からこのコマラジ、同じコマラジですね、はい、吉澤美由紀のアトリエにようこそお聞きいただきたいと思います、はい、そしてね今回、うん、私たちが出る明日の番組、はい、聞いてくださった方で、はいはい、来週の放送の時に聞いたよって、うん、メッセージを送ってくださった方の中から、はいはい、抽選で1名様にコスミック出版様からご提供いただいた気まぐれ猫ちゃんズの塗り絵レッスンの塗り絵本をプレゼントしたいと思います。新しいやつですよね。そうですよ。イエーイ。そうなのだから皆さんねぜひ聞いたよっていうのをね、はい、来週の放送でお送りいただきたいと思います。はい、うん、そうですね、そう初めて準備室に行かせていただきました。どうだった。それはでも明日まで内緒よ、うん、痛い。ダメダメダメ、明日まで内緒内緒。皆さん明日の夜19時お聞きいただきたいと思います。大丈夫、また呼ぶからね、はい、すごく面白かったですね、はい、うん、さてさてさて、はいはい、あとですね私たち12月の11日に、はい、久しぶりに配信ライブ&トーク、はい、かっこ練習見学しちゃうっていうのをやろうと思ってるんですよ。練習見せちゃ うみたいなね。練習ね、はい、うん、なかなかやっぱり3月30日にミニアルバムを出しましたが、はいはい、ライブというのができていないハニーオンベリーなわけですよ。そうなんですよ、はいはい、この間久しぶりにね、うん、アルプスレレに行った時に演奏はしましたけれども、はい、でも本当に皆様に演奏してる姿を見せていないということに気がつきまして一度鶴の恩返し状態です。なんか見ちゃダメでしょ。なので、うん、今回は完成形ではなく、はい、まだ途中の経過ではありますが、はい、練習をちょっとこう、そうですね、見に来てくれるっていう感じの体の配信ライブしようかなって思ってます、はい、完成度はもう求めないでくださいね。そうそう、求めないでくださいね、はい、練習風景をお見せするみたいな感じですね。そうなんです。いつもだったらハニーオンベリー、はい、まあ、1時間配信するよって言ったら、はい、多分50分は話してます。遠征さんいつやるんだよみたいなね。2曲か3曲でしょ。はい、はい、で今回も1時間ではありますが、はい、少し曲多めにいこうかな、うん、って思ってます、はい、うん、CD の曲とかね、あとなんかカバーとかやろうかな、ね、はいはい、と思ってますので、うん、12月の11日の、はいはい、土曜日ですね、うん、はい、7時半からですね、7時半から1時間ぐらい配信しようと思いますので、はい、ぜひ皆様お越しいただいて、はい、コメントを送っていただけたら嬉しいです。そうですね、高田のババの某スタジオから、はい、某スタジオお届けしようかと思います、はいはい、で今回ちょっとね新しい試みで、はい、ペイペイ ID で投げ銭とかしてみようかななんてちょっと思ってるんですよね。そう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 
そうね、終わった後これで、うん、あのそうハニベリにコーヒーいっぱいごちそうしてあげるよ、コーヒーでも飲んできてみたいなね、そんな感じのノリです。ちょっとやってみようと思っています、はいはいはい、よかったら皆様そちらの方もお付き合いいただけたら嬉しいですね、はい、そうですね、はい、そしてその3月30日リリースいたしましたハニーオンベリーのミニアルバム、はい、ハニーオンベリー、こちらは好評発売中でございます、はい、好評発売中です、はい、あのハニーベリーのハニーベリーショップ、はい、ベースのショップなんですが、うん、そちらの方で好評発売中です、はい、そしてベースショップ見ていただくとハニーベリーの実はクリアファイルがあるんです。実はあるんです。多分皆さんご存知ないと思うんですが、はい、あのそのクリアファイルもよかったらお求めいただいて使っていただけたら嬉しいです。ジャケットの写真を使わせていただいて、はい、後ろは、うんね、ロゴのね、ロゴのね、うん、たくさん入ってる。そうなんです。そう、私せっかくねハニベリショップ作ったしね、うん、何か売るものないかなって思ってて、はい、私ワイヤークラフトするじゃないですか、はい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 、今度ワイヤーの作品をハニベリショップで売ろうかなって思ってたぜひぜひ。 HB とか どっかにつけてそうですね、うん、ちょっと考えてました、はいはいはい、あとなんかしょうちゃんもここのコマラジのところでも何か販売とかもっていう話もこの間ちょっとされてたの で、ね、はいはい、なんかこっそりこう出してみようかな、ね、ちょっとギャラリー化して、そうそう、はい、そんなことも考えております、はい、皆様、はい、ぜひねハニベリショップもチェックしてみてくださいね、はい、ベースって時々割引クーポンとか出るんですよ。そうなんですよね、 5% オフとか出ますよね、うん、そう 10% オフとか出るので、はいはい、それを使っていただくと、うん、あのどんな商品もいろんなベースでやってるショップさんでお安く購入できるので、はいはい、皆様要チェックでございます、はい、クーポンコード入れていただければね、うん、割引の価格でお求めいただけます、はい、そうなんです、はい、さあ来週なんですが、はい、来週のゲストさんはメンタルドッグコーチの福原徳子さんです。そうなんですよ、はい、なので、うん、ちょうどねこの7日の火曜日の午前中に、はい、オンラインなんですけれども、はいはい、あのワークショップがありまして、そうなんですか、うん、まあペットちゃんを飼っている飼い主の方の側のメンタルのいろんなお話、はい、をしていただけるような、はい、ワークショップがありますので、私ちょっとそれを出てきてからコマラジ来て、はいはい、でゲストさんに先生もお呼びしてっていう形にしようかなと思ってます。はい、なので実際広く、ね、うん、いろいろこうお話を聞いてきた後で先生にまたリアルでお会いして、はい、ゲストでまたさらに掘り下げてお話をお伺いしようかなと思ってるんですけど、それは楽しみです、はいはいはい、ちょうどね防災訓練も参加しましたが、うん、はい、やっぱり災害時ペットと一緒に暮らしている皆様は、はい、うん、そちらも心配事はいろいろあると思います。そうなんです。なので、まあ、災害時にね、はい、どういう形でペットちゃんのケアをしたらいいのかとか、うん、今何かできる、一緒のね、なんか防災訓練じゃないですけれども、はいはい、そうですね、はい、この子たちをどのゲージに入れていったら一番いいのかしら、ね、本当ですよね、両手にこう抱えちゃったら何も持てないもんね。そうそう、うちなんかね、双子ちゃんだからね、うん、そう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 、そうですよ。なので、はいはい、そういうこともね、いろいろお伺いしようと思っております。はい、福原先生どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。今日はですね、16時台には、はい、ガールズユニットのサナさんをお招きいたしました。はい、もうサナさんのね楽曲書いた、そして大好き、そして生演奏で月明かりを聴かせていただきましたが、はい、いや本当に素晴らしかったです ね月明かりフルバージョンでお伺いしたいですね、うん、いや聞きたいので、うん、これはライブに、路上ライブですとか、はい、リアルの有観客のライブの方に皆様足をお運びください。はい、うん、可愛かったね。可愛かったですね。楽しみです。これからね、はい、きっと今日ラジオでね聞いてくださった皆様も YouTube や Twitter きっとフォローしてくださると思いますので、はい、皆さんもぜひサナさん応援してあげてください。はい、よろしくお願いいたします。さあ、私たちこのスゴロク散歩の、ね、はい、スタンプラリーも頑張っていかないとですね、はい、そうですそうです、はい、ちょっとこの間は遠くに行ったから、はい、近くのところまた回らないと、ね、近場攻めてみましょうかね、うん、メガネさんとか木村メガネさんとかね、はい、あとパン、はい、パンさんとかね、はい、行きましょう行きましょう、はい、この放送は豊作プロジェクトの公演でハニーオンベリーのゆりとかながお届けいたしました。ハニーオンベリーのウクレレ時は毎週火曜日16時から17時55分までの生放送です。番組へのメッセージリクエストもお待ちしております。ちょっとメッセージの送り先のアドレス言っておきますね。はい、お願いいたします。はい、チューズデーアットマークコマエドット FM、 チューズデーアットマークコマエドット FM です。メールのタイトルには必ず番組名のウクレレドキッと書いてください。
本文にはラジオネームもお忘れなくお書きください。私ね、ちょうどフェイスブック見てたら、はい、アンシャンテハーブルカフェさんが、シュトレンを、はい、作りますよっていうことであったので、はい、ちょっと注文してみました。あ、そうなんですね、はい、限定20個っていうことで、頼みました。今日ね、午前中に聞いたら、はい、あと4個ありますよなんておっしゃってたので、そうですか、もしよろしければ注文していただければと思います。皆様お問い合わせしてみてください、はい、まだ間に合うかもしれません。間に合うかもしれません。シュトレンね、はい、なんかシュトレンって言うともうクリスマスが近いなって感じですね。ね、はい、薄く切って少しずつ少しずつクリスマスまでいただくんですよね。うそう、でも押しすぎるとね、ついペースアップしたりする時があるよね。爪に切っちゃったりとかそういうこともありますが、はい、楽しみにしております、はい、皆様ぜひその点もチェックしていただきたいと思います。すごろく散歩も楽しいので皆さん ねぜひスタンプかわいい、消しゴムハンコがかわいい、のスタンプがすごいね、秀逸ですね、はい、ね、私まだ2つしかないまだまだこれから頑張りますよ、はい、お上げるわよみんな、はい、来年の1月12日までやっております。はい、はい、それでは来週もウクレレ時でドキドキさせちゃいます。ありがとうございました。